な逃げになるのか。昨日までとは天候は打って変わって曇りの両走路です。そして軽量を生かしたい松尾彩、スタート校舎池田康則、近況校長高木健太郎、外から猛ダッシュか田形秀和、10秒を切りました。針が動きます。5秒を切って3秒前、2秒9、レース準決勝戦 B スタートしていきました。池田が好スタートです。今日はスタート決めました。2番松尾彩伸びていきたいところですが、4番高木も乗っかっていく、5番田形もインコース狙うところです。10戦からスタートを制しました。3番池田の速攻です。4番の高木、その後ろ2番松尾です。さあ内が空いた、交差する5番の田形、さらにはインコース1コーナー飛び込んできました。6番西村龍太郎、4番手発進となっています。2周のバックストレッチ、1番の岡本博之が逃げる、3番池田虎視眈々、4番高木健太郎、6番の西村龍太郎、5番田形、7番藤岡、2番松尾下がりました。レースは3周目に入っていきます。1番岡本が逃げています。1番岡本が逃げています。2番手は3番の池田、スタート行きました。そして3番手は4番の高木です。高木にもチャンス到来か。6番の西村龍太郎上がってくる。レースは残り半分を切っていきます。岡本博之です。3番池田2番手、4番の高木がインコース狙いたいところ、6番の西村龍太郎4番手までは来たんですが、ここから前3人をかわしていけるかどうか。1番人気は6番西村龍太郎、離された5番手7番の藤岡克樹。レースは残り2周を切っていく。飛び込んできた西村龍太郎が3番手に上がってきた。4番高木4番手交代、7番の藤岡離された5番手です。先頭1番の岡本博之、リードはほとんどありません。車を内に向けて6番の西村龍太郎が上がってくる。ここは1着勝負となります。2番手浮上となったか。3番池田のインコースこじ開けた、ドラゴン太郎だ。最後1番岡本博之に競りかける西村龍太郎、まくるのか切り返すのか、内を狙ってくる1番の岡本博之対西村龍太郎は接戦ゴール。どっちだった、インコース西村、どっちでしょうか。内から差し込んできた。ブルーランプが一つずつ消えていきます。10秒を切りました。5番二村飛龍です。人気は飛龍。5秒を切ります。3秒前、2秒、1つ目の準決勝戦 A10 レーススタートしていきました。黒川が飛び出していくのか。内から3番東尾の4番の前田、黒川でした。黒川が先制。5番二村飛龍は6番手、7番の佐々木は7番手からの競争です。01番古木しっかりと飛び出していく。2番の5勝です。ポイントになりそう。3番東尾の外から6番の黒川が行きました。打ち救っていきたいところ、7番の佐々木圭ですが入れません。前が重なっています。01番の古木抜け出す。2番手ですが3番の東尾の上がってきています。2番5勝が下がりました。6番の黒川、二村飛龍が外から逆転したいが車がかかっていません。レースは3周目に入っていきます。そして内から飛び込んでくる7番の佐々木圭が、ここは5番手浮上となるんでしょうか。前とは少し車間が開いてしまいました。01番古木圭が逃げ体勢、3番の東尾野だ。すぐ後ろ6番の黒川、2番の5勝、内潜り込みたい佐々木圭ですが5番手の位置です。3番の東尾野がトップを奪いました。東尾野が先頭、1番の古木が2番手交代。3番手ですが6番の黒川に、内から7番の佐々木圭が上がってくるところ、佐々木圭が4番手から3番手に上がってくる。レースは残り2周を切っていく。すっと内潜り込んでいく。古木までさばきました。内から進出、7番の佐々木圭が2番手浮上、圭様登場だ。3番手で6番の黒川、逆襲あるのか。抜け出した東尾の佐々木圭、この両名が明日の優勝戦進出か。青旗回って残りは1周、最終周回です。東尾のが一発決めました。7番の佐々木圭、2着では黙っていません。インコース上がってくる。最終コーナー飛び込んだ。間に合った間に合った佐々木圭。佐々木圭がトップ。2番手争いは東尾のと黒川が内から狙ってくる。佐々木圭、東尾の接戦ゴール。佐々木圭が内から。
スタート10秒前です。ブルーランプが一つずつ消えていきます。針が動きました。3秒前、2秒、11レース準決勝戦 A スタートしていきました。瞳が高出しか、センターから平田正隆、岩崎良一電光石火、岩崎が決める。岩崎が先手を奪いました。荒尾も高ポジションです。ここは5番手発進、3番永田、6番の丸山が最後方になりました。ゼロの1番の古城が落車となった。古城がブレて落車。5番岩崎だ。4番平田、その後ろ2番の瞳、7番の荒尾が猛追。荒尾が上がってくる。さあ瞳武史と荒尾の対決、ここは3番手争いだ。競っています。先頭5番岩崎良一抜け出したい。4番平田も逆転を狙ってインコース、すっと打ち、車を預けていく。荒尾聡だ。荒尾が合わせていった。これが荒尾の好ハンドルだ。荒尾が2番手浮上となった。3連勝は目前だ。4番平田、その後ろ2番瞳です。6番丸山、3番の永田が、ここが6番手最高峰上がってきた。3連勝目指して荒尾聡がイン座し、5番岩崎を一発で仕留めました。岩崎レースを作りました。この位置は何とかして守りたい。4番平田、2番の瞳、6番丸山変わりません。3番永田最高峰、ここが6番手。レースは残り2周を切っていく。飛ばしていく飛ばしていく。道中は冷静なハンドルワークでした。そして最後はちぎってみせるのか。他を圧倒する7番荒尾聡だ。強い荒尾今日も見せている。5番岩崎が2番手、4番平田が3番手、青旗回って残りは1周、最終周回です。2番手なんとか岩崎が守っている。平田に逆転の目はあるんでしょうか。岩崎良一2番手守る。平田正隆が最後飛び込み台が入れない。3番手瞳はその後ろ4番手、6番丸山が5番手になった。荒尾聡が強い、強すぎる。3連勝圧勝だ。岩崎良一2着で優勝。3、4コーナー好位置につけるためには1、2コーナー、ここをうまく回っていくこと。加速して3、4コーナーに潜り込めるか松尾博文、さらには内からは加賀谷、有吉、須波の人気。加賀谷が連勝、松尾も連勝、その2人が人気です。早くも10秒切りました。針が動きました。5秒前、3秒切って、2秒、12レース準決勝戦 A スタートしていきました。尾形がスタート決めるのか。加賀谷も行きました。岡部も枠師匠、5番須波、そして6番有吉、7番松尾、7番手からです。20メートルはご覧のように枠番通りと行きました。2番の尾形のインコース、3番の加賀谷が狙っていく、狙っていくも前を早めにさばくのは尾形だ。尾形が速攻展開、尾形が抜け出しました。尾形が抜け出す。1番重富が2番手、3番手から2番手、3番加賀谷が上がってきました。2周の3コーナー、4番の壁、その後ろ7番の松尾が一歩前、4番手浮上となりました。5番須波、6番有吉です。レースは残り4周を切っていきます。尾形が抜け出す。3番加賀谷です。スピードレーサー2人が抜け出しました。松尾が上がってこれるんでしょうか。ただいま4番手前には4番岡部がいます。2番尾形が逃げる。3番の加賀谷が狙っている。4番の岡部、そして7番の松尾博文です。尾形、さらには加賀谷、加賀谷が先頭を奪いました。今度は加賀谷が先頭です。尾形が2番手、岡部の懐、7番の松尾が上がってくる。3番手浮上となった。4コーナー立ち上がって、レーサー残り2周を切っていきます。3番加賀谷、そして2番尾形、7番の松尾、3番手から2番手上がっていきたいところ。2番手浮上となるんでしょうか。突っ込んでくる。
長い距離入ってきた7番松尾博文が2番手浮上、人気の2社が抜け出しました。青旗回って残りは1周、最終周回です。3番加賀谷、7番松尾、連勝対決は加賀谷に軍配か。加賀谷がこれで伊勢崎の最終日に1着がありますので4連勝濃厚。7番の松尾は2着で明日の優勝戦進出となる最後の直線に入りました。加賀谷今日はクリーンなレースで勝ち切ります。7番松尾、3番手は2番。覚悟を決めましょう。第5回泉谷カップ優勝戦は誰が制するのか。スタート10秒切りました。針が動くと5秒前です。3秒切ります。2秒。第12レース泉谷カップ優勝戦、10メートルオープンスタートしました。有言実行です。懲罰スタート、10キロの減量に成功した加賀谷が有言実行とばかりにスタート飛ばしていきました。その時7番の荒尾ですが7番手だ。2番加賀谷が飛ばしていく。思想30の石丸龍太郎も2番手食らいつく。3番の東尾の4番岩崎がインコース、レーサー2周目に入っていきます。2番加賀谷武明、1番の西村龍太郎、3番手で4番岩崎龍一上がってきています。6番の松尾博文、そして5番の佐々木圭はこの位置は4、5番手。荒尾はまだまだ7番手。レースは3周目に入っていく。内潜り込む5番佐々木の姿、佐々木圭が4番手浮上となりました。先頭2番加賀谷武明です。山陽走路でまだ優勝ありません。山陽走路での初 V を完全 V で飾るのか。2番手は1番の西村龍太郎、レーサー残り半分を切っていく。加賀谷武明、そして西村龍太郎、さらには岩崎亮一です。佐々木圭の姿、そして松尾博文5番手、荒尾は離された6番手になった。3番東尾が後方です。レーサー残り2周を切っていく。加賀谷武明が飛ばしていきます。内から2番目黒い弾丸、加賀谷武明がトップスタート。そしてちぎるところまで行きませんがしっかりと先頭キープ。1番西村龍太郎、3番手には4番岩崎に落ち、4コーナー立ち上がりまして、青旗回って残りは1周、最終周回です。27騎馬デビュー20周年を迎えました。いつも同期の先頭には荒尾聡が走っていました。打倒荒尾に燃えていました加賀谷武明、しっかりと同期に勝って山陽初 V を完全 V で飾りました。加賀谷武明だ。2番1番は2210円、2連複1と2で830円、3連単2番1番4番18670円、3連複1と2と4 3730円でした。2連単21210円。注目の結果は、山陽初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今表彰台上がる前に泉谷代表の川口さんのもとに行きましたが、何かおっしゃってたんですか？ゴルフなんかでもあのお店にも何度も行かせてもらってお世話になってるんで、はい、よかったです。はい、さあ完全優勝というふうになりましたけれども、今日のレースに限って言いますと、やはりスタート重要でしたね。そうですね、スタートが全てだったと思います。スタートどういう気持ちで行きましたか？いや、朝、地元の仲間が10で並んでこう仮装スタ優勝戦みたいな感じで並んでちょっとギラしてくれて自信つけてくれたんで、そのおかげだと思います。
道中どうでしょう、後ろからの気配気になることはありましたか、いかがでした。そうですね、ちょっと昨日と同じタイヤだったんですけど、なんか跳ねちゃってちょっとペース上がんないなと思ったんですけど、まあもう一生懸命走りました。走破タイムが 3.367 というふうになりました。この数字についていかがでしょう。十分だと思います。わかりました。ゴール山陽での初優勝になったわけですけれども、ゴールした時の気持ち教えてください。そうですね、ちょっと発走前は優勝できると思ってなかったんで、すごい嬉しかったです。ゴールした後に思いっきりこう左足をですねぐっと叩きつけて、よしという表情を見受けられましたけれども、あれはどのような気持ちでしたか。そうですね、その通りよしって感じですね。わかりました。今節振り返ってみますと、ちょっと前検日に乗る予定の飛行機遅れまして、そのあたり少し心配もあったんですけれども、結果ついてましたね。そうですね、そこから月はあったのかもしれないですね。はい。そして先ほどお話しされました泉谷カップ、大変縁のある泉谷さんで、サイン色紙に泉谷さんへじゃなくて楽屋さんということで店の名前漢字間違えてますんで、これきっかけに覚えてください。そうです、ちょっと酔っ払ってたんだと思います。全国の皆様に山陽初優勝、そして泉谷カップ制覇、19回目の優勝、どうぞ上の方にカメラがありますのでお伝えください。そうですね、また山陽に来て優勝できるように頑張るので応援よろしくお願いします。そして今回の優勝賞金で泉谷さんの宅配じゃないデリバリーというか、あれですかね、何ですか、通信販売ですね。通信販売だ、通信販売をたくさん頼みたいと思います。ありがとうございました。香川選手。